皆様、カープレジェンドチャンネルにようこそ。今回のレジェンドは、甲子園出場経験のない高校生としては、江夏豊氏以来、33年ぶりに3球団競合のドラフト1位で、カープに入団するものの、2年目以降、自分の投げ方を見失い、極度の制球難に陥ると、2008年には肩を故障し、手術を断行。ただ、育成契約を経験するなど、3年にもわたるリハビリを経て、実戦復帰すると、左の中継ぎとして、活躍、引退後は、球団広報に携わる川内隆也氏です。このチャンネルではカープの選手、監督、関係者などのエピソードを紹介しています。毎週発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では生い立ちから見ていきます。川内隆也氏は1982年昭和57年1月6日京都府八幡市に生まれますが、幼少期には東京都杉並区に転居しています。川内氏は小学3年生の時に野球を始めると、中学では杉並シニアに所属し、チームをリトルシニア、日本選手権、大会3位、ジャイアンツカップ準優勝に導くなど、好投手として名を轟かせることになります。そして、中学卒業後は、國學院大學久我山高校に進学すると、1年夏から主力投手としてチームに欠かせない存在となるのです。その後、2年生の春には肩を痛め、9月までリハビリに専念することになるのですが、3年夏の西東京大会では25イニング連続無失点の記録を樹立するなど、快投を続けます。ただ、決勝では延長12回の末、日大三高に惜しくも敗れ、甲子園出場はなりませんでした。川内氏は高校卒業後、東京六大学で野球をやりたいという憧れがあったようですが、身長187センチメートルの長身から140キロ台の速球と大きなカーブを投げる本格派のサウスポーに周囲の評価は高く、次第にプロを意識するようになるのです。特に中日が熱心で、マスコミから意中の球団はどこ？としつこく聞かれたため、東京から近いとの理由で中日の名前を挙げたところ、メディアに一斉に報じられるほどでした。川内氏自身、どの球団でも入団するつもりだったようですが、ドラフト直前になると、川内家では中日以外には行かせないと言っているという噂が流れるようになるのです。ただ、カープもこの逸材を高く評価し、交渉権を獲得できれば入団してくれると確信していたことから、ドラフトでは回避することなく、競合覚悟で指名するのです。当然ながら中日、そして近鉄も川内氏を1位で指名するのですが、甲子園出場経験のない高校生の1位競合は江夏豊氏以来、実に33年ぶりでした。そして、カープの達川監督が当たりくじを引き当てると、封筒の中の黄色い用紙を掲げて、ガッツポーズをした後、験担ぎにポケットに忍ばせたタバコ、ラッキーストライクの箱を突き出して大喜びするのです。こうして、川内氏は高校生としては、球団史上最高の契約金1億円、年俸700万円で契約を交わすと、前年引退した大野豊氏の背番号24番を受け継ぐのでした。ちなみに、このドラフト、カープは2位で日本通運の木村和義、3位で日大山形高校の栗原健太、また6位で山梨学院高校の苫部知哲人を指名しています。川内氏は高卒ながら1年目から1軍に上がると、5月3日、広島市民球場で行われたヤクルト戦でプロ初登板を初先発で飾ります。そして、古田にホームランを打たれるものの、5回2失点と、まずまずのピッチングでマウンドを降りるのです。試合は5回裏、味方打線が逆転したため、このまま行けば初登板、初勝利でしたが、6回から登板した同期の苫部知が再逆転を許したため、勝ち負けはつきませんでした。その後、5月10日、神宮球場で行われたヤクルト戦でも先発し、3回途中に失点に終わりますが、この試合も勝ち負けはつきません。ただ、5月14日、広島市民球場で行われた中日戦で先発し、6回に失点に抑えますが、打線の援護なく負け投手になっています。それでも5月30日、広島市民球場で行われた巨人戦に先発すると、7回1失点の好投でプロ初勝利をマークするのです。
なお、高卒新人が巨人戦でプロ初勝利を挙げるのは史上4人目であり、到達日としては最速でした。ただ、6月7日、横浜スタジアムで行われた横浜戦では、5回途中7失点の乱調で2敗目を喫するなど、1年目のシーズンは、先発9試合を含む10試合に、登板1勝4敗、防御率 4.25 という数字に終わっています。その一方、松山で行われたフレッシュオールスターゲームでは、同期入団の木村和義と先発バッテリーを組むと、3回を投げ被安打1、無失点の好投で勝利投手となり、MVP を獲得しています。ただ、2年目になると壁にぶつかります。自分の投げ方を見失い、極度の制球難に陥るのです。このため、ブルペンでは、視覚からの情報を遮断するため、目隠しをつけて投球するなど、試行錯誤を繰り返すことになっていきます。それでも、開幕から1軍に入り、中継ぎとして起用されますが、4月5日、広島市民球場で行われた阪神戦では、3イニングを投げ1失点、4月11日、横浜スタジアムで行われた横浜戦でも2イニングを投げ2失点という内容で、2軍落ちとなるのです。その後、7月に1軍復帰すると、7月15日、東京ドームで行われた巨人戦で先発し、6回途中無失点の好投を見せますが、8月2日、広島市民球場で行われた横浜戦では、3回途中7失点の乱調で負け投手、8月9日、同じく広島市民球場でのヤクルト戦でも、3回途中5失点と打ち込まれるなど、2試合連続先発で負け投手になったため、再び抹消されます。ただ、9月1日、広島市民球場で行われた巨人戦では、7回途中5失点ながら勝ち投手、9月9日、米子で行われた阪神戦でも、5回1失点で勝ち投手になっています。結局、2年目は、好不調の波が激しく、先発6試合を含む8試合に、登板2勝3敗、防御率 7.36 の数字を残しています。続く3年目においては、当初は2軍も、後半、ようやく1軍に上がり、7月18日、甲子園球場で行われた阪神戦で先発し、7回途中1失点の好投でこの年の初勝利を挙げますが、好調が維持できません。この3年目は、先発9試合を含む14試合に登板しますが、勝ちは1勝のみ、7敗を喫し、防御率も 5.08 となっています。続く4年目となる2003年もシーズン中盤までに軍で8月終わりにようやく1軍に上がると8月31日広島市民球場で行われた巨人戦8回途中4失点で勝ち投手になります。この年は7試合すべて先発で2勝2敗防御率 5.40 という数字を残しています。このように、なかなか勝ちきれない川内氏でしたが、5年目となる2004年は、飛躍の年となります。この年は、開幕から1軍に上がり、4月7日、広島市民球場で行われたヤクルト戦に先発し、7回1失点の好投で、幸先よく1勝を挙げると、前半だけで6勝をマーク、初のオールスター戦にも出場するのです。このシーズン、キャリアハイとなる8勝をマークしますが、防御率は 5.72 に終わっています。川内氏は、この年も、好不調の波が大きく、打ち込まれるようになると、コントロールを重視するあまり、フォームが縮こまり、球速も、4月には151キロを計測していましたが、後半には140キロ前後まで落ち込むようになります。この影響もあり、翌2005年にはキャンプでフォームを崩すと、制球が定まらず、プロ入り後、初の1軍登板なしに終わるのでした。続く2006年においては、スリークォーター気味のフォームに変更し、これ以降、中継ぎとして活路を乱すことになります。この年も当初は2軍暮らしが続きますが、ウエスタンリーグでは防御率 2.51 という安定した成績が認められ、9月になると2年ぶりに1軍に上がります。そして9月2日、広島市民球場で行われたヤクルト戦に3番手として登板しますが、味方のまずい守備もあり、1イニングを投げ2失点という結果に終わるのです。
ただ、その後は9月8日、広島市民球場で行われた中日戦で2イニング投げ、被安打1、奪三振4、無失点の好投を見せるなど、この年は15試合に登板、防御率 1.76 という成績をマークしています。翌2007年においても3月30日、京セラドームで行われた阪神との開幕戦、2番手として登板し、3分の1イニングを無失点に抑えると、4月も短いイニングながら好投を続けます。ところが、4月29日、広島市民球場で行われた阪神戦では、3分の1イニングを被安打に、四球1で1失点。5月3日、同じくヤクルト戦では、ワンポイントで登板もフォアボールを与え降板。そして、5月8日、福山で行われた中日戦では、1イニングを投げ、井端にホームランを打たれるなど、3失点と1点、不調となり、登録を抹消されるのです。そして、シーズン終了まで2軍暮らしが続き、故障にも悩まされるようになります。川内氏は左肩痛に苦しみ、また小指、薬指の2本は常に痺れている状況で、日常生活にも支障をきたすほどでした。このため、翌2008年になると、左肩関節芯及び腱板部の修復手術を受けることになるのです。ただ、当時、川内氏の関節芯は剥がれてめくれ上がり、傷ついている状態で、腱板も部分的に切れていたため、手術後も可動域が戻ることはなかったようです。このため、左手は耳の高さまで上げるのが精一杯のため、フォームもサイド気味に落とさざるを得ない状況でした。このように、この手術は投手生命を左右しかねないもので、ここから長く苦しい道のりを迎えることになります。川内氏は手術を行った2008年はもちろん、翌2009年も肩のリハビリのため2軍でも登板がない状態が続くと、10月31日、戦力外通告を受けるのです。ただ、カープ球団は回復後の復帰を期待し、11月17日、育成選手として契約を結ぶことになります。そして、実に3年間もリハビリに費やすと、2011年5月27日、マツダスタジアムで行われたウエスタンリーグソフトバンク戦で4年ぶりに実戦復帰し、打者1人をライトフライに抑えるのでした。川内氏は苦しかったリハビリ期間について、決して諦めないこと、また、普通、これだけの長期間戦列を離れると、他球団であればクビになるが、カープ球団は長い目で見てくれた。球団に報いたかった、などと振り返っています。そして、リハビリに付き合ってくれた3軍のスタッフにも感謝しています。川内氏は、翌2012年になると、ウエスタンリーグで12試合に登板し、1勝、防御率 2.08 の好成績をマークすると、5月16日、念願の支配下選手登録を勝ち取るのでした。そして5月23日、福岡ヤフードームで行われたソフトバンク戦で2007年5月8日以来1842日ぶりとなる1軍での登板を果たすのです。この試合は6回1イニングを投げ無失点に抑えると前半戦は無失点ピッチングを続けます。すると、8月16日、マツダスタジアムで行われたヤクルト戦では、2対1と1点ビハインドとなった7回表途中、3番手で登板し、1イニングと3分の1をノーヒット、無失点に抑えると、降板直後にチームが逆転し、2004年9月4日以来、2904日振りに勝ち投手となるのです。結局、復活を果たしたこの2012年、28試合に登板、防御率 2.08 という好成績を残しています。さらに、翌2013年においても、開幕1軍メンバーに入ると好調を維持します。4月3日、マツダスタジアムで行われたヤクルト戦で、この年の初登板を果たし、1イニングを無失点に抑えると、5月23日、西武ドームで行われた西武戦まで21試合連続無失点をマークするのです。このように、川内氏は貴重な中継ぎ左腕としてチームの勝利に貢献するのですが、7月4日、名古屋ドームで行われた中日戦の試合中に背中の痛みを訴えると、脊柱起立筋の挫傷と診断され、登録抹消されるなど、再び故障に泣くことになるのです。
その後、9月12日、神宮球場で行われたヤクルト戦で復帰しますが、1イニングを2失点、9月18日、マツダスタジアムで行われた阪神戦でも4失点を喫しています。それでも、この年、自己最多の34試合に登板し、防御率 4.15 の数字を残すのです。ただ、限界が近づいていました。2014年は12試合、そして2015年は1試合の登板にとどまると、10月1日、戦力外通告を受けるのです。なお、1軍最後の登板となったのは、4月26日、マツダスタジアムで行われた阪神戦でした。6回からマウンドに上がった長川が乱調で2点を先制され、なおも2アウト満塁のピンチの場面での登板となります。バッターは同級生の鳥谷隆で、カウント2エンド2からスライダーを投じますが、走者一掃の3塁打を打たれるのです。さらにゴメスにもタイムリーツーベースを打たれ、福留孝介をファーストゴロに抑えたところで降板しています。普通、戦力外通告を受けると、ショックが大きいものですが、川内氏の場合、手術した肩の状態も悪かったこともあり、もう投げなくていいんだという解放感があったようです。結局、通算16年間の現役生活で、166試合に登板、16勝28敗、23ホールド、防御率、5.06 という数字を残しています。以上の通り、川内氏は怪我の多い野球人生で4年間の長期にわたり戦列を離れるも、復帰後の4年間では75試合に登板、2勝2敗10ホールドの成績を残すなど、諦めることなく練習に取り組んでいます。ただ川内氏は入団2年目から自分の投球フォームが固まらず、いろんな人のアドバイスを受け入れるも、逆に投げ方がわからなくなり、悪いフォームのまま投げていたことが肩の故障につながったのではないかと語っています。それでも縁もゆかりもなかった広島を気に入り、現役引退後はカープ球団から広報の仕事を斡旋され、第二の人生をスタートさせています。以上が川内隆也氏の半生になります。甲子園出場経験のない高校生としては、江夏豊氏以来33年ぶりに3球団競合のドラフト1位でカープに入団するものの、2年目以降自分の投げ方を見失い、極度の制球難に陥ると、2008年には肩を故障し手術を断行。ただ育成契約を経験するなど、3年にもわたるリハビリを経て実戦復帰すると、左の中継ぎとして活躍。引退後は球団広報に携わる川内隆也氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。ではまたの動画でお会いしましょう。